ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランド島ボナビスタ。ふらりたどり着いたこの地に移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまった。そして絶望を見た原田はリノベーションを始める。これはそんな原田ハウスの物語です。どうもこんにちは、やってまいりました原田です。原田ハウスの時間でございます。今日も休み。なんかね、カニのこの波がちょっと落ち着き始めておるところで仕事が少なくなっております。休みはいいんですけど、この天気の日にね、働かないと失業手当がもらえないんでね、働きたいんですけど、まあしょうがないですね、こればっかりは。見てください、この薪大量に購入しました。去年3回まあ買ったんですけど、トラック1杯分でだいたい160ドルから200ドルで、だいたい3回買って500ドルくらい使ってんですよ。量で言ったら大したことないんですね。これ8コード1360ドルです。結構な値段しますよね。でもね、ちゃんとした人たちに頼むとですね、1コードだから8フィートの木が 4×4 のこのスクエア立方体で、安いので300ドルちょっとなのかな。でもうちょっといい木だと500ドルくらい、1コードですよ。それが8コード1360ドルでございます。まあ多分ちょっと安いんですよね。で今年は絶対間に合わないので、この自分のカットした木だけじゃね。でこれからカットした木は今年は使えないので、もうまとめて買っちゃいました。これが最初で最後であってほしいですね。これからはずっと自分で切って、あと貯めていくと、そういう感じでいきたいですね。これ事故の苗もらったやつ、作ったプランターにね植え替えましたよ。こっちはまだ空っぽっすけどね。で薪棚、お前1個作ったんですけど、さらにこうパレットをもらってきてですね、追加して作りましたよ。今日はですね、今のうちに薪たちをカットしてですね、詰めるだけ積んで乾かすと、そういう作業。雪国の人こういうことしてんでしょう、きっとね。薪ストーブ使ってる人はね、初めてなんであんま分かんないですけど、ちょっと徐々にねこういう生活に慣れていけたらなって思います。なんで今日はひたすら薪を切る。多分自分が去年切ってきた木の方が少し乾いてる気がするんで、あの積んであるやつらをまずカットして、これどれくらいになるか分かんないですけど、とりあえず全部埋める、それです今日は。それでは本日も参ります。原田ハウス。いちごちゃんそんな量ないけど、いただいたやつだから大事にこう育ててですね、美味しいいちごができることを祈ると、プランター活用し始めました。薪棚す、1、2、3、そしてこのすごい量、どうすんだこれ。いやー、土地がいっぱいあってよかった。こんなん普通の人ん家置けないでしょ、こんな量。とんでもねえ量だよ。聞いたんですけど、どれくらい普通の人薪使うのって言ったら、24時間冬つけっぱなしの人ん家が多くて、そうするとこの8コード全部使うってねすげえ量の木一軒で使うよな。そう考えるとすごい量ですよ。もう暖を取るためにどんだけ人は木を切るのかとね。うちは24時間とかつけるスタイルじゃないので、半分くらいなのかな。でも去年の感じを思うと、10月くらいが使い出して約4月まではストーブ必要っすよね。5月もまだ寒い、まあ、とにかくとんでもない量が必要だと。今日やるのはこの少し乾き始めてそうなこの木たちを切るという感じですね。今日は動物たちがいないんですよ。素晴らしい季節がやってきました。チェンソーマン原田です。ただ切るだけっつっても結構ね重労働なんですよね。まあなんとなくそんな無理しないでやろうかなと。刃も研いであるし、よく切れるんじゃないですか。この辺でやろうかな。あれがないっすね。だいたいみんなね、なんか切るようにね台があって、そこに乗っけてこうバーって切ってくるんだけどね、ないから作ればよかったんですけど、忘れてました。一旦草刈ってきれいにします。これなんだろう、これ切れない、なんかこういうのだ。切るもんがね、草をのこぎり。
ここが僕の巻き切るゾーンでございます。これでこういって、でこれカットしていくと。よし、始めです。これがあと3ヶ月で使えるようになると思えないんだけど、超絶効率悪い気がする。そう、このバッテリーのチェーンソーも結構使えるですね。知らないけど、ガソリンのやつ使ってないからパワー全然違うんだろうけど、全然大丈夫、不便に感じたことはない。なぜならこれしか知らないから。はい、ニタ君、何やってんの、そんなとこで。埋めてやろっか、土入れて。オッケー。オッケーじゃねえよ。せえ、今日埋めて僕に嘘で。やだよ、またニタ出てくんだろ。うん、ビャーって。いいよ、一人で。スラックライン練習しろよ。俺しかやってねえじゃねえかよ。子供の遊び場とか行って。ちょっとやってみ。集中して、バランス。前を向いて、まっすぐ立つんだ。まあ、その紐掴みながらでもいいよ。こんな弱い風に影響しちゃうの。修行が必要だな、君には。なんかいる？あ、羊出てきたな。うん、行こう。新しい遊び場だ。これだ。まあ滑って落っこちないようにだけ気をつけてくれよ。結構高いよな。果てしない量だ。あ、なんだよ、僕作業できないんだ。靴どうでした？危ない。着替えろよ。ハラダハウス。羊さんたちがいっぱい出てきました。6月の半ばくらいなんですね、出てくるのは。結構ね、うるさいんですよ、羊って。あんまりあのめいめい可愛い感じじゃないんだよな。あーみたいな。離れたところにラマさんがいます。あの子のね、名前ね、聞いたんですよ。ドリーって言うんだって。ドリーです。なぜか一匹ラマ。なんか癒されるよな、ラマと羊。なんてのどかなんだ。僕は薪を切らねばいけません。ちょうどバッテリーも3回戦ちょうど終わったんで、まあ、まだあるんですけど、並べないとだからね。今から切るのはここまでにしようかな。結構大変なんですね。全部やろうとしてたんだけどね、全然ダメだった。まだまだ俺結構去年切ってきたんですね、こうやって見るとね。はあ、とりあえず並べます。
大変だ、ニコ。俺は早しないとダメだよ。もうちょっと大きくなったら時給10ドルで手伝ってもらおうかな。 You can only hire me for robots. いいよ、どっちでも。 I don't want money, I want robots. じゃあ10ドルのやつ for 1 hour, その10ドルのロボックス。働いて稼ぐっていうことをやっていい？覚えよう。 OK, so 10 dollars for 1 hour. 今日はカウントしないよ。 Why? これだってもう終わるもん、積むだけで。 No, it's not. じゃあやんねんかい。うん、ニコ、これ全部やったら5ドルしたらやるって。世の中金ってなっちゃってる。でもね、俺もね、子供の頃ね、風呂掃除して500円とかね、母にもらってたよ。そういえばそういう感じだよね。巻き積みして5ドル、悪くないよな。500円って500ドル。うん、5ドル。あ、いいんだよ、働けよ。ちゃんとやんないとマニー発生。まあ、ニコ君も最後ちょっと手伝ってというか働いてね、くれたんで、さささっとスムーズに終わったかなと。まあ、ただですね、これ全部切る予定だったんで、ここにある3つの塊を全然ダメでした。これでもう1個フルになっちゃうから、これを全部切ったらこの棚はほとんどフルになってしまうんじゃないかなと。そうするとこの大量にある木はどうすんじゃいっていう話ですよね。これどうやって薪管理してんのかな。すごい量で、これ乾いたらどっか入れとかなきゃいけないわけだからね。ちょっと風が強いんで、あんまり喋るのもなんか微妙なんで、今日はこの辺でさささと失礼いたします。それでは皆様、良い日をお過ごしくださいませ。失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to our channel. チャンネル登録よろしく。